久保さんいや毎月やってるねあの終わりましたねあの今後期作ってたんですけどいや終わりましたね今年終わりましたまるっと5年毎月作り続けてきましたけど終わりましたいやちょっとねパワー使ったんで疲れましたねあと21年作り続けていきます まあ多分僕を超えるられる人はいないと思うんで <laughs>。どうなるんだろうな。ドリームアカ,ドリームアカデミアの未来とかにしときましょうか、うん。どうなっちゃうんだろうな。多分,多分ね、結構なんかすげえことになるのかもしれないですね。まあな別に目指してないんですけど。まあそもそも多分ね、そこまでやる人がいないんで。うん。なんかまたそっか塾入ったらしいじゃないですか。<laughs> もっぴー。あの、 ね、自己アフリエイトを知らない人からするといいっすよねうんそう、まあ、久保さんもまあそこ塾ずっと続けていきますよねそうまあでもまあ10年離れてますから久保さんが70の時僕60でしょ <laughs> まあまあまあ僕は60でもうドリアカは引退するんであれですけど まああのまあ、言いたいことは、まあ、続けてれば、まあ、勝てるよって話ですね。うん、続けてれば、まあ、もちろんその続け方にもよりますけども、まあうん、こと情報ビジネスで儲かりますよとか言ってる人は、自分が情報を発信しなくなるんで、<laughs> 結構ね、これね、間違いない話ですね。情報ビジネスで儲かるよって言ってる人は、情報しビジネス、情報発信しなくなるんで。 何なんですかね <laughs> 何なんだろうっていう話ですね <laughs> まあ10年後20年後おそらく久保さんとのこのやり取りもまあ僕が生きている久保さんが生きていれば多分やってますんで10年後20年後30年後答えはその後ですね10年間検討して20年間検討して速こ塾入るのか ドリームがアカデミー入るのはいいんですけど、まあ入らなくてもいいですけど、あなたが入らなかったとしても、あなたが仮にやらなかったとしても、僕たちはやってると。<laughs> 俺たちはやってると <laughs>。<laughs> まあ、億万長者合宿のこのリレーでもよく言ってますけど、結果的に2人が億万長者になるっていうね <laughs>。結果的に2人が億万長者になるっていう、なんか、よくわかんないですね。い <laughs> ってらっしゃい。